どうも、お久しぶりです。カステルロリペロ提督です。一体、何なんですか、2-4って。鬼畜すぎるでしょう。攻略に、ほぼ、1ヶ月、長かった。とりあえず、カット多め、早送りで、ゴーゴー。あかん、スーパー高見様、大破、撤退です。次だ、次。割とガチ編成で、駆逐艦を一切入れていないという。お、これならいける、かっこ、クラグ。これなら余裕ですね。はい、見事にフラグ回収しました。何やってるんですか、赤木さん、放棄サイト、あげませんよ。そして、おきゅうちゃんは、かわいい、異論は認めない。バッサリ、カット。へぇ、提督、紅茶が飲みたいねー。お前が言うな、というコメントが見えます。ニュー、フェイスが登場したよ。紅茶が飲みたいねー。今回は、このメンバーで行っちゃいます。ちょっと、正規空母が多いかなって、思ってますが、代わりの子がいないのですよ。皆さん、ついてきてくださいねー。金剛さん、セリフ長いです。撃ちます！ファイヤー！ ファイヤー。そうだね、天山とか流星とか欲しいよね。さすがです、航空隊の皆様。バーニングラーン！敵艦発見！全訪問開け！ビッグセブンの力、侮るなよ。七面鳥ですって、冗談じゃないわ。赤木さん、防機サイト没収です。あら、私、ふーん、そんなこともあるわよね。悪い気はしない。当然ながら撤退。旋回ジャウズが上がったよ。なんていうか、羅針盤って、本当に怖いですね。撃ちます！ファイヤー！ファイヤー。第二次攻撃隊、稼働機、全機発艦！随格ちゃん。待ちに待った艦隊決戦か。胸が熱いな。バーニングラーン！やりどりなんだろ。撃てー！よーし、攻撃隊発艦しちゃって。装備換装は急いで。これならボスは余裕ですね。この勝利で慢心してはダメ。索敵や先生を大事にしないと。って運命の分かれ道。あ、行きたいのはそっちじゃないです。次行こう、次。
まったく、羅針盤って怖いですね。何このデジャブ。撃ちます！ファイヤー！ファイヤー。攻撃隊可動機前期発艦。追加ちゃん可愛い。バーニングラーブ。ビッグセブンの力侮るなよ。敵艦発見。全訪問アウトレンジで決めたいわね。よーし、攻撃隊発艦しちゃって。装備艦層は急いで撃ちます！ファイヤー！待ちに待った艦隊決戦か。胸が。この、HP なら、いける。なあ、意外といけてんだろ、私。結構、艦載機運用能力も高いしさ。ひひ。足柄よ。足柄さん。砲雷撃戦が得意なの。そして、ついにその時が。さあ、ここはどこでしょう。ボスの目の前でした。なぜ、機関が響きちゃんかというと、9月12日のアップデートのあれです。育てているんです。やります。はい。赤木。いえ、知らない子ですね。敵の編成が、怖い。そうだね。天山とか流星とか欲しいよね。全然食らわない。ケージは彩雲があるので有利になりやすいです。さすがボス、ムツちゃんが一撃でこれですよ。しないんだから。ビッグセブンの力侮るなよ。敵艦発見。全訪問開け。長戸さん可愛いですね。敵艦隊もなかなかやるな。七面鳥ですって。冗談じゃないわ。さすがにこれは恥ずかしいな。無駄だね。ここで全力で叩くのさ。いっけー。やりますか。かわいい。ゴンゴーちゃん、かわいい。大切な装備は。よりどりみどりも。撃てー。待ちに待った艦隊決戦か。胸が熱いな。バーニングラーよーし、攻撃隊発艦しちゃって。アウトレンジで決めたよね。これはおそらく勝ったでしょう。追撃はしない。来た。ギリギリで勝利です。長かった、2の4も、これで、終わりです。あら、私？響ちゃん70とか、そんなこともあるわよね。まだ半分。悪い気はしないわ。おや、両方とも、解放されるのか、知らなかった。艦隊が戻ってきたね。お疲れ。ボロボロすぎる。厳しい戦いだった。こいつは力を感じる。赤木。いえ、知らない子ですね。長戸さん、7時間とか長いです。艦隊決戦は万全の状態で戦いたいからな。不死鳥の秘密は修理のタイミングにもあるんだよ。日頃の無理がたたったみたいです。コンゴーちゃん、かわいい。ムツちゃん、10時間とか長すぎます。服が傷んでしまったわ。丁寧にお願いね。少しお風呂に入ってくるね。今回はここまでとなります。次回からはこの続きを上げていこうと思います。
次の鬼門は、3の2かな?ここまでのご視聴、ありがとうございました。では、次の動画でお会いしましょう。